はい、今回紹介したいのはこのコロンビアの伊藤匠モデルです。今まではね、コールドスパイアジャケットかな、伊藤匠モデルでアメリカを戦ってきたんですけれども、今回新たにニューモデルを作ろうということで、より釣りにバスフィッシングに特化しておかっぱり、レンタルボート、バスボート、あらゆるシーンで戦える、そんなレインギアを作りたいということでコロンビアと共に、作りました。今回伊藤匠モデルのレインギア紹介したい部分がいくつかあります。まず一つは、よく僕がいつもレインで気になるところが、結構レインギアとしての性能はすごくいいんだけれども、レインシューズとこのレインの隙間で水が入ってってしまって靴が濡れちゃう、そういうレインって多分多いと思うんですよ。でもこのレインなんだけど中にね、このように靴をホールドできる二重になってるんですよね。まあ、これってコロンビアがスノーのスポーツで、採用しているものなんですけれども、これバスフィッシングにもかなり良くて、こういう風にセイバーを、まあ、この防水のシューズですね、セイバーを覆うことによってどうなるかっていうと、水がバーって雨が降ってきても斜めから入ってきても靴の中に水分が入らないんですよね。やっぱ靴の中濡れちゃうとかなりね集中力にも影響してくるんで、まあ、このレインなのにこういう機構が入ってるっていうのはかなりいいかなと思います。次、よく僕もあるんですけれども、こうやってねフードかぶってこういう状態ね、でもう寒いからって言ってこれもう上げちゃう、こういう風に。そうすると偏光グラスを かけた時に偏光グラスが曇る。それを解消するために今回この裏側ですね、ちょうど口に当たる雨の侵入を防ぐためにかなりこれ竹を高くしてるんですけれども、この竹を高くすることによってレインが曇るよというのを解消するためにメッシュになってるんですよね、ここが、この口の部分が。なので吐いた息がサングラスの方に上に行かないんですよね。下にこうダクトがついてるんで、全て空気が上には行かず全部下に流れる。だからがっつり締めて、もうフードをかぶってもらってしっかり締めても、これで息しても下に出ていく。だからメガネが曇らない、サングラスが曇らない、そして雨もしっかり防げますよというような形で、まあ、顔結構ねこの上の部分が濡れるのってこの辺に水滴がバーって当たってズル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 って落ちてっちゃうことでレインの中が濡れちゃうっていうことがあるんですけれども、今回のレインはかなり竹を口元までカバーできるんで、これでサングラスかければかなり侵入を防げるような感じになります。まあ、その辺も含めてこう高速移動走ったりとか、まあバスボートで走行中って斜めにやっぱり雨が来るんで、そういう時でも入らないよっていうような形になるし、サングラスも曇らないよと、そういうような形でかなり実用性高く作られてます。まあ、次にこれはね前のコールドスパイアジャケットでも同様の機構があったんですけれども、これですね、カフスがもともとついてます。
これもうレインと一緒になってるんですよね。こうちょっとこう秋冬になってきてちょっと寒いなっていう時でもこの レインのこのカフスが内蔵されてることによって体温がキープされやすいから少しこうあったかいっていうような形になる、プラスアルファジッパーですねを閉めれば防水性にもかなり高くなるんで、雨降ってきた時はこのまずカフスを閉めてもらって上からバチッとジッパーを閉めればかなり防水性高く、それでいてあったかいと。でも夏はこのオムニテックの3層、まあ、一番いい素材ですね、このオムニテックの3層によって汗は外に出ていく、中は蒸れないけれどもしっかりとホールドできる、まあ、そんなレインになってます。デザインもね、今回伊藤匠のバス迷彩、バスの柄の入った迷彩ロゴが入っているので、まあ、コロンビアらしいデザインになってます、まあ、そんなような感じで、まあ僕の場合はセイバーっていうこの靴と合わせて過酷なアメリカも日本のバスボート、レンタルボート、そしてヤブコギなどをするおかっぱり、そんなシーンでストレスなく雨の日でも朝露の日でも問題なく釣りができる、まあ、そんなレインを今作ってます。ぜひお楽しみに。